どうも、よいふけです。新女神転生4ファイナルのジップレです。うん、はい。この先また何かいるみたいですけど、どんなやつがいるのか。お、イナンナ。あ、イナンナかな。だが、ダン、わらわは新宇宙の神々で満たし、万物の母、大地母神となる。そのためにはダン、ナレの力が必要だ。ナレの力をわらわに返す。ナレは所詮、わらわの冒険。子は親のためにあるのだ。勝手なことを。前にも言ったけど、この力はあげられない。この力は妖精たちを導くためのもの。そうやすやすと渡すわけにはいかないのよ。妖精を導く。人間の分際でよくもそのようなおこがましいことが言える。やはり慣れの力、力ずくで奪うしかないようだな。ん？どうしますかってあるよ。説得するってあるね。いや、普通に戦えばいいんじゃないかな。万物の母であるわらわいさからと、身の程を知れ。説得すれば戦わずに済んだのかな。まあいいけど、倒しちゃおうかなと思いますけど。わらわがやろうとしていることは、ただそれだけに。邪魔したければ邪魔するなよ。わらわは必ずや今回を遂げる。これ確か物霊倒したんよね。どうするか。とりあえずスマイルチャージに入れてみますかね。とりあえずボス4体これまで倒してきて、4属性使ってきたので弱点が分からない感じですよね。まあいいか。まあいつも通りやってみますかね。テトラじゃいらないよね多分ね。2段階ぐらい入れておいて、まああとは物理とか試してみると、うん、まああれは普通に物理でいいかな。あ、またあんだ。うわ、びっくりした。これはなんだ。弱点氷結属性変化って書いてある。まあいいや、ちょうどスマイルチャージ入れておいたんで。弱点毎回変化するってことですかね。銃撃試したいけどな。どうするか。まあいいや、このターンはラストキャンディーにして、でランダマイザー2回に入れる。とりあえずマダン怖いですね。ダメージどのぐらい受けるのかわからないですけど、マーロは次に備えるぞ。はい、まだ氷結属性弱点だね。様子がおかしい。これはまさかトキか。気をつく怒られそう。なれ、わらわを攻撃したよくやった。よいきつけとなったぞ。時ファンの人に怒られそうなれがわらわを攻撃したのは事実。切り返させてもらおう。あ、攻撃力上がったな。
でも大丈夫だろ。うん、銃撃ちゃんと通るかどうか確認したいですよね。はい、まだ氷結弱点。あ、ラストキャンディかけている。しっかりこれは相殺しておきたいですね。火炎属性に変化、そんなのあるんだね。じゃあいいよ、こっちにしますか。じゃあ会心、いや物理で攻めても良さそうかな。これわざわざ弱点使わないで、そっちの方がいいですかね。これはなんか回復できる誰かにした方がいいかな。ここはどうする。まあいいか、面倒見てやるか。パピプンで、じゃあこれ地獄突き。物理はなんか安定して通るみたいなんで、物理で攻めたら良さそうだな。トリサギョンと、戦闘に戻りましょう。務まるかどうか直に教えてあげるわ。西洋墓が危ないんで回復してやる。で、アンダーマイザーもう一回。でもこれマイナス3になっちゃうね、防御命中がね。どうする、入れる、やめておくか、念のため。じゃあこれ威圧にしておきますか。ここはね、またなんか消してきたりするかもしれませんからね。はい、割り込んでおく。ん？変化してない？弱点属性変化してませんか？どうだろう。まあいいか、まあ、このターン押してみるぞ。ちょっと見逃したかな。どうだろう、どうするか。こういうやつ入れちゃおうか。威圧だいぶ効果あるね。どうだろう。あ、変化してるっぽいね。あれ何変化したか見逃したぞ。メッセージ出なかったかな、出たかな。一応注意はしてるつもりだったんだけど。何度も言ってるけど、私とダヌーの力はあなたのものじゃない。私たちが妖精たちを導くために使う力で、あなたが母親でいるための力ではないのよ。そんなこと知ったことか。ならば母が、母の命に従え。じゃあ隙を作る。あれちょっと待って、隙についたら攻撃上がったよね。失敗だったんじゃないか。落としたことがもうなりふりなど構わない。わらわの力を取り戻す。やっぱしやめとけばった学習しない。あ、でもなんかね、普通に、あ、今度氷結になったんだね。で、またこれで変化するかな。あ、今度火炎になった。火炎と氷結を行ったり来たりしてるのかな。あ、違う、今度衝撃になったな。はい、なるほど。じゃあ会心。
あれ何になったんだっけまあいいか。あ、でも大丈夫だったね。 HP 低めだったんじゃないの。わらわを殺し、わらわから離れる。これはわらわが人物の何かアイテムもらったぞ。だったったんだあれ。トキは大丈夫なのか。大丈夫だったか。多少関節がきしむ感じはするが、戦闘行動に支障はない。無事ならばよい。心配をかけたようだな。心配などしていない。この状況での戦力ダウンが嫌だっただけだ。ガストン、その顔何なんだよその顔何なんだ素直じゃないわね。何にせよ無事でよかったわ。あ、イザボー久しぶりに顔見せてくれましたね。時、四季に惑わされた哀れな魂、よくぞここまで耐え切りました。これまでずっと心をすり減らし、さぞや辛かったことでしょう。このようなことが二度と起こらぬよう、イナンナの残滓は私が残らず取り込みます。あ、イナンナ食べられちゃいましたね。ダヌー恐ろしい。うん、これがイナンナ。そう、彼女も根っこでは私たちと。おい、一人で納得したような顔をするな。イナンナは、時はどうなったのだ。イナンナは無事ダヌーが取り込んだわ。もう暴走することはないでしょう。イナンナの力が私にまで流れ込んでいる。ちょっとしたパワーアップってところね。あ、なんかできるようになったのかな。中央属性の威力が強化、しかも貫通。メインパートナーに、あ、じゃあしようか。おい、お前、今回は助かった。ありがとう。今回のことで自分の未熟さが身に染みた。これで先日のツケはなかったことにしよう。ツケ、ああ、そういえばそんなこと、築地金剛寺から逃げた時に言ってたな。お前たちはまだ先に進むんだろ。私も一緒についていくぞ。私は心も体も一個人の人間としてもっと強くありたいと思っている。どうすればいいか分かる気がするんだ。お前と一緒にいれば。どうしたの？大丈夫？あ、少し頭痛がしただけだ。大したことではない。そう、ならいいんだけど。どうした？私の顔を見つめて。何か私の顔についているか？ううん、ただ彼のこと主様って呼ばないんだなって。もしかしてあの様子からすると時のやつ、最近の記憶がねえんじゃねえか。でも私たちのことや置かれている状況は把握できているみたいだし、大丈夫でしょう。
これはさ、やだよね。手を振る熱い視線を送るとか、すげえ嫌な感じなんだけど、舌落ちして目をそらすのも、それはそれで嫌な感じだよね。じゃあ手を振っとくか。ちょっと待って、これしかだって選べないじゃんね。さあ、さっさと先へ進もう。どんな感じだったの？あれ、大丈夫かいみたいな。大丈夫かいみたいな感じでこう手を打ったのかな。レベル80もあるんだね。使ってなかったから気がつかなかったけどさ。はい、じゃあまあ気をん？まあいいや。取り直していきますか。これ、5つ目かな？あと2つあるんですかね。多分そうだよね。よし。じゃあ、あと誰だ？あと、だから2回ぐらいボス戦があるってことなんですかね。1回はクリシナだよね。その前に誰かがいるってことだよね、きっとね。なんだろうね。想像つかないんだけど。あ、回復できる。やったーってこともないけどさ。よくぞ参られま。値段やっぱちょっと上がったな。お気を。はい。こっちか。次のやつどんなやつだろうな。あ、ここまでなんていうかぬるめですね。どっかで強敵が出るんじゃないかなって、そんな気がしますけど。あ、ここでまた引き返せるか。こっちか。なんか正しいとこ来てるみたいだな。なんか適当に進んでるんですけど、そっち進めないんだね。違う。あ、ここは進めるな。なんだこれ。あ、これもなんか、あ、これは扉みたいなやつですかね。なんとなく正しいとこ来てるって感じなんだね。あれ、この先行ったんだっけ。あれ、こっちから来たんだっけ。もう方向地だからね。これ何なのかな。これは何、これ、これは何でもないんですかね。これただの柱。あ、なんか飛ばされましたね。びっくりした。普通だったらゲームオーバーだよね。あんなもんかじられたら大丈夫だったね。これはなんていうか普通の扉みたいなやつっぽいね。大丈夫、もう大丈夫ね。レベルどのくらいあるんだろうな。あ、とりあえず合体可能レベルが多分これで99まで来ましたね。ほとんどの敵をこれで多分ね、やり過ごせるし、ほとんどの悪魔をこれで合体で作れるますよね、多分ね。あ、まただ。あ、また違うところに飛ばされたな。また同じところかなと思ったけど、そんなことはなかった。あ、まただ。いや、厄介だね、これ。これ、尻持たねえだろうな。尻持たないよね。この扉は何なんだ？まあ、いいか。とりあえずだいぶ時間かかりそうですね。で、どこに罠があるかわからないですもんね。見た目でわかるとかになったらまだね、あれだけど。これはなんだ。あ、なぜこんなところに。ちょっと待って、
ボス戦あるじゃない。ちょっとセーブ取っとくかな、念のため。あ、なんだ、あ、これ扉か。どこかの扉開放された。これはピラーがあっただけなのか。ボス戦なかったな。ってことは次が最後のボスってことじゃないのかな。どうなんだろうね、わからないけど。あれ、ちょっと待って、もうさっき行けるのか。いや、行けないね。行けない。ってことは、この辺り埋めとくべきかな。また変なところに入り口、あ、それ先進める。じゃあまだ行ってないところ、こっち側からだと先進めるのかな。ここですかね。あ、これか。周り何かないか一応チェックしようか。あ、ダメだ、先進めない。またどっかにじゃあピラーがあるってことだもん。じゃあ探すか。さっき開いたのはそこか。そっち落とし穴があるから。でも落とし穴踏まないといけないかもしれないのかな。そういうことかもしれない。じゃあまた踏むか。現状こう詰まってますよね。ここはだからまっすぐしかない。どっかまだ行ってないとこあるはずだ。そしたらその先の扉は行ったことあるっぽいな。この先落とし穴があって進めなかった。これか、そこに穴があったんだ。じゃあこの扉か。じゃあそこ開けてみると、こうなってたんだね。はい、通るよ。大丈夫かな。あー、やっぱり細くなってるから穴があるかなと思ったけど、ありましたね。でもここまだ行ったことないじゃない。とりあえず異物があるんでそれもらえますか。ここは何なんだ、この空間は。何かあるだろう。あれ、何もない。ああ、穴があった。ここどこだろう。これ尻持たんな。なんだっけ、あの走り幅跳びってあるじゃないですか。あれでさ、着地失敗してさ、尻から落ちちゃって、それで僕視界がバグったことあるって、白黒になっちゃってさ、そんなことありましたね。色がね、見えなくなっちゃったんですね。今は大丈夫ですけど。じゃあ行ってみよう。お、これまたピラーですかね。あれ、これ最後のピラーですか。いや違う、7本以上あるかもしれないね、もしかしたらね。なんとなく7つなんじゃないかと思ったけど、でそういうことないかもしれないね。15本ぐらいあるかもしれないもんね。あれ、これどこだったっけ。これあそこかな。さっき通れなかったところですかね。これだけじゃわからないよな。
どっかの扉って言ってるだけでね。とりあえず2箇所新たに行けるところがあるみたいですけど、デカジャの石はありがたい。あ、またここ、あ、そっか、これは、うん、確実にそこ穴があるわ。この先は？ちょっと待って。そこ穴ありそうだね。穴ありそう。その先。この辺り穴ないか。ああ、ありそうだね。どうするかな。先にそこ行ってみるか。こっち行ってみよう、まずは。宝箱か。うん。まあ来て正解だったかな。そしたら、そこでもなんか絶対あれない。あ、あ、あ、あったあったあった。でもここ踏むしかないですよね、多分ね。あ、来たことない。あ、そこでも開くじゃん。多分、ほらほらほら。こう開く。あ、そこ開いてさっきのとこ開いてるのか。そういうことですかね。穴があるから気をつける。ここですかね。ちょっと待って、ちょっと待って、戻る。収録時間27分なんで、ここで一旦終わりにしますか。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。